話し会ありがとうございました。あ、本当にありがとうございました。おお、東京 TK 局長さん、タワーありがとう。あ、10分見れる？じゃあお洋服紹介、プレゼント開封をします。夜のドアなしです。ほうほうほう、白飛びするからちょっとこっちに移そう。じゃあプレゼント開封していきたいと思います。これがラスト、本当にラスト、4分の3らしい。え、いっぱいあるんですけど、2分の4。だってうちわをね、ちょっとあの事務所の方に置いてきたから、あの郵便で送ってもらうんだよね、うちわとかそういうの。ちょっとプレゼント紹介今からね少しします。あ、ポストカードとか来てるんだけど、何これ。あ、私ありがとう。すごい、生写真来ましたか皆さん。ゆめなちゃんありがとう、かわいい、ありがとう。っていうことで、では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 、なんかあまりね、まだね、プレゼントまだ全部ね開けてないらしくて、え、1、10、100、1000万。小渕さんありがとう、かぼちゃタワー。ルノーガさんありがとう。最後の話かね、したかった。え、じゃあちょっと4分の1誕生日&昇格、昇格&卒業おめでとうって、あ、ありがとう。プレゼントその1、ミリのロンティーが好きなので送りますだって。はあ、嬉しい、ロンティー、え、超可愛いんですけど、そう、ミリ大好きだって。えー、泣いちゃいそうだなこれ。え、すごい、手書きなんだ。かわいい字が、ちょっと後でじっくり、ちょっと泣いちゃいそうなので、ここで止まったかな。かわいい、じゃ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 ん、かわいい。すぐ来ます。止まっちゃった、あれ、なんで、ね、なんで、あ、今は大丈夫。じゃあ次、4分の2個目、誕生日の紹介プレゼントその2、ミニといえばパーカーフーディー。お、なるほど、かわいい。え、りょうたくんありがとう、タワー。鬼かわいいんですけど、あ、すごい白飛びする。センスが良すぎて、もうモバメで今日いっぱい全部着て送りますね。次、こちら、まだお手紙とかもらえなくて、じゃーん、かわいい、このかわいい、もうずっとかわいい、大切にします。ありがとう。そう、お手紙届いてなかったです。次。ありがとう、本当に嬉しい、ありがとう。次、これは誰ですか？センス陽気です。もらいました。いただきました。これは誰、誰からですか？こんにちは。かりんちゃんありがとう。洋服大切に使うね。すごい白飛びしてる。黒着てるから。あ、すごいお腹が鳴る。誰ですか？こちらをくださった方は、
あ、レター今実家にある、ないないくんのやつ。かおちゃんありがとう。でまだねプレゼント開封してないんだって事務所側が。だからねまだね、辞めた後にみーのお家に来るらしい。ごめんね紹介できなくて。じゃーん、すごい。誰ですか。すごい、めっちゃ白飛びするんですけど。そう、うわエロい、エロですね。絶対似合う。休憩終わるので、ありがとう、みんなありがとうね、最後まで。あ、コーチさんなの。いやー大切に使いますね。ちょっといじりたいけど、いじるなって言われたんで、ちょっと秘密に。大切に使います、ありがとうって感じですね。以上でした。今日届いてる、すごい可愛い。今日届いてるのは以上でした。そう、今日なんか開封できるのは以上でした。ありがとう。そう、今日ねラストです。なんかそんなラストらしくないな、全然。ちょっとさ、着替えていいですか。白飛びしちゃうわ、かわいい。自信を持とうよ、oh. そう、僕らは僕らは僕らは変わらずに。かわいい。あ、すごいキャミソール見えるけど。あ、ありがとう、お話し会、え、楽しすぎたね、すぐ秒で終わったね。かわいいヤンキーさん、ありがとう。僕らは何度も何度も変わらずにの持ち点みたいな。後悔なんてある、簡単に言えないよ。ありがとう、もつのりさん、じゅならばさん、ありがとう。そう、僕らは僕らは僕らは変わらずに。最後までありがとうね、みんな。止まる？なんで？繋がらなかった？なんか重いんですけど。なんで？ごめんね、ただいま。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。
今日まで達者、達者でな、みんな達者でな、達者で達者で頑張ってね。そう、みんなありがとうね、最後まで。にゃはは、もう充電がないので無理ですね。達者でな。え、ミリも大好きですよ。でもなんかすごい皆さんの支えになれてよかったです。麦わらの麦わらの帽子の君が揺れたまりゴールドに似てる今空がまた青い。そう、めっちゃ歌いやすいですね。夜よ僕を指針にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえてうざまでいたい。アナちゃんもね、ありがとう。
船はまっすぐ進むよ進むよ、体の水平線さ、未来を探しに行こうか。チャ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 な、風と日差しの三番ん看板に立って限りのない希望という名の海を眺めてた大好きな人涙が止まらない あとは何が歌った、何を歌ってないかな。遥か彼方へ行くよ、本当に存在するのか、あれするのか、見えないものほど見たくなるんだ、自分のこの目で確かめたいだけ、誰かの気にじゃ意味なかない、若さは無効密、無謀な夢で、無謀な旅で大人になりなよ、計画通りなんて立ち入れないさ、トゥン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 、夜明けが美しいんだ、夢力、夢力だそうで、全力で行こうぜ、おーおーおお、はい、せーの、チュン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 、僕らはここからが強いぞ、すごいぞ何度もダメだと諦めてしまっただろう、その度にもう一度思い出してきたんだ、あの夢を、じゃあもう終わりですかね、歌った、歌いましたね、もうほぼほぼすごい、終わりです、 STU、 これが最後で歌う STU の曲でした。諦めなかれんちは動くよ、とうとう生きてありがとう、シュッコシュート歌ってないや、何だったっけ、
きたり、おふくしていたね。今思えば何もそんなに話し、私やったのだろう。風が吹いて枝が揺れて花びら舞い散っても、若いの夢はずっと消えないって信じてた。じゃあ中間シュート過ぎてゆくよ、できなかった何か残して、そしてまた月めぐるまで次のチャンス待つんだ。あれからずっと空を見上げ、今度こそはと違うものなのか。花は咲いて散って、また咲く日まで。君のことは絶対忘れないよ。この空見上げるのが、じゃあ週刊シュート、過ぎてゆくよ、できなかった、何か残して。忘れないじゃかじゃかじゃんじゃんじゃんです。いっぱい入ってもありがとうございます。すごい、もうありがと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 う忘れないよ。最後はなんか割に合わない歌配信で終わりますね。あ、会いに来てください。ぜひ頑張ってください。ありがとう。ありがとうありがとう。あと 10% くらいあるよ。歌ってくれたり、歌を聴いてくれてありがとうございます。うん、なんか大人っぽくなったの。時間はね、正直ちょっとやばいかなくらい。忘れないよ。最後何か歌おうかな。何が好き？何が好き？じゃあ。ドライフラワーみたい、君との日々もずっとずっと、ひときと色褪せず、うん、じゃじゃ。思い出してください。じゃあみんなに向けて歌います。愛、愛とは、ん、ちょっとわかんない。告诉他
不安げな背中を押したくてちょろろとろろ大好きな人幸せになれ僕は海に向かって大声で叫んだ涙が止まらない そう大好きだから ここで見送ろうどんな悲しみよりも愛は強いトロロンタララッタそう、もう最後もミリらしくていいんですけど、ちょっとあの最後思い出してペダルもいいですね。で最後ペダルと車輪と来た道を歌おう。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダル漕い、ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっと、もっと思いきや、そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでるのか。チャラに理由聞いたとこって何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンスと遠ざかる。太陽は沈み、星が輝いて、明日のその道を照らすよ、月は。ちょちょ、ちょ、ちょちょ、ちょ。生きることは、ペダルを踏み続け、自分のためだと答えは出ている。どんな道のりも人生だ。ペダルこいで回った車輪の分だけ
坂道は続いてる、もっともっと先へ、チャチャチャラトー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 ト。ありがとうございました。ペダルとチャリンと来た道とでした。かわいいネタありがとう。すごい、もうちょっと電気契約をもう更新してないので、日があるうちに。ありがとうございます。最後まで最後まで最後の最後までありがとうございます。そうなんです、ちょっと時期お別れが来ておりますので。あー、桜が降る夜はあなたに会いたいと思います、思いますので。本当に最後ですね、なんか最後って感じですね。あ、歌いたいですね。はるか遠い場所でも長けたりな、二人の思いが同じで。おにぎり食べます。見せれない乗ったこともない地下鉄に乗って目隠しされた、まあ、その通り。じゃあ最後におにぎり海鮮を食べます。具はね、サーモンって言ってた。うん、ね、おいしい、おいしい。ありがとう。これはね、もらったもらった。辛っ。スタバは買ったよ。キャラメルマキアート。うん、鍋キャラが来ます。うんうんうん。闇も最後の最後で水泥棒してきました。7本盗んできました。あ、お話し会会場からね、さすがに。そう、命の水でも、このおかげでね、もう超キャリーケースが重いの。重っってなって、ちょっと家に置いていくか置いていかないかな、悩んでます。え、めっちゃ重いの。だから今ちょっと家に置いて帰るか置いて帰らないかめっちゃ悩んでる。5キロ、いや、それ重いわ、ね、まじ、こちらと
04番とこちらが03番と02番と01番と00ローズピンクのお色となっておりますと思ったけど、1,2,3,4,5 あ、5個しか持って帰ってない、来てなかった。あれ2個どうやったんだろうね。そうですね、イエベとかでしたらこの04番とかが結構似合い、お似合いですかね。お似合いだと思うんですけど、でもそうですね、結構この03とか02あたりも結構いい。これちょっとあんまパッと見違いわからないと思うんですけど、02番と03番ん03番と02番ごめんなさい、ちょっと似てた、結構わからないと思うんですから、結構にお似合いだと思う。すごいお客さん結構お似合いだと思いますよ。結構お似合いだと思います。全然テスターとかもあるんで、ね、お声かけてください。メイクだってそんなもんで捨てると思うよ、胸に刺さってる天使のその矢抜いてくれ、